はい、グリル G ドックミニストップ、これ知ってますかね。ホットドッグです。でね、今回はエビタルっていうのがあってね、それにしてみました。なんかタルタルついとんな。タルタルは大事に使うてかなあかんぞ。タルタルは大事に、うん、うまい。まあ、新商品みたいなね。じゃあ早速いただきましょう。こんな感じ、ほかほかですわ。ミニストップのホットドッグうまいよね。うん、うん、まあ、あ、飲みも欲しいな。サクサク感はないな。もう一回あげてほしかったな。めんどくさいやろうけど、分かってきました。北海道プレミアム WXML さんがね、そうめんと言ってたの、これ飲んでたの、これじゃなかったかな。なんかこれかなと思って買ってんのね。美味しかったらしいんでね、ちょっと飲んでみようかなと。いただきます。あ、うん、うまいな。割にコクのある味。うん、あのね、やっぱデーだな、これアメリカっぽいのにな。うん、うまい。これは一度食べてみられてもいいかと思います。まあ、このビールもおすすめですよね。はい、ミニストップでこうできた。で、辛さの目はそんな大きくないやな。これね、2や、2辛。うまいどポテト。暴君ハマレのうまいどポテト。フライド、濃厚バーベキューソースなんや。うわ、うっかりやな。俺、ハバネロや思ってこうできたのにな。今、ハバネロはそら入っとんやろうけど、暴君ハマレ、フライドポテト風じゃー、言うとんな、こいつ。ザクッとうまいど。長くなったど、うまいどポテト言うとるわ。カロリーは 254.3 キロ。細かいな。こんな細かくしっかり出せたのも約でいいやん、こんな。うまいんかな、やばいかな。ちょっと食べてみよう。開け方にしといたろ。こんなもんです。芋けんぴみたいな最適。あ、うわ、これ何回食べたぞ。うわ、バーベキューってなんかやっぱちょっとトマトの感じのジューシーさがあるような味が。ハバネロのハの字もわからへんわ。どこネロなんやろな、このハバネロは。うわ、トマッティーやわ、だいぶ。TMT ですわ。こいつの、格が下がってまうな、かわいそうに。こいつ出したったらあかんわ、こんなんに。全然からない。なんやろ、これ、辛いことあるわ、この、感じ。で、多分、その時もいまいちやったかもしれんな。うん、いまいち。あんま好きじゃないかもしれんな。だけど、辛っちゅうじゃない人は、いいかもね。トマトの味がね、効いてて。アラビアータみたいな感じかな。ナポリターナみたいな感じかな。まあ、そんな感じです。うまいどポテト。なんて書いてあるの。
金賞らしいけど埼玉インドリア監修、何やインドリアってあんのか、彩の国に、彩の国の人に聞かなあかんな。醤油せんべい味ですね、唐揚げくん、なんか金賞ですわ。唐揚げグランプリ第3回唐揚げグランプリ金賞受賞店の店、受賞店がインドリアが唐揚げグランプリで優勝して唐揚げくん出したっていうことは、こいつが金賞なわけじゃないな、この味付けが金賞、うん、書いてあるわ。第3回唐揚げグランプリ味バラエティ部門金賞受賞、インドリア監修、埼玉県草加市発のせんべい入り総唐揚げ、総唐揚げ、総唐揚げですね、が名物のインドリアはバラエティ部門で2年連続金賞受賞、2年連続なんや、人気店ですが、また草加グルメフェスタで優勝するなど関東の唐揚げ専門店を代表する実力派。今回インドリア監修により醤油せんべい味を再現してみましたと。今までない新しい唐揚げくんをお楽しみください。毎回ピオカラくん、毎回なんかそらな、ない味やろそら。いや、うん、見た目が普通、うん、うん、まあやけど、うん、せんべい、これせんべい味かわからん、唐揚げとしてはうまいけど、せんべいなんかな、わりに生姜の風味がよく効いてますね。せんべいに生姜の風味ないもんな、うん、だけどうん、ビールは進むな、まあだって唐揚げだもん、うん、マヨマニアツナマヨです。マヨ好きのためのコーンスナックですね、マヨ型コーンスナック、そうよ、うん、307キロカロリー。前のどうやったやろな。基本的に僕ね、ツナ味あんま買わないね。まあだけど、この間明太マヨ食べたし、まあ明太の味もせえへんかったけど、美味しかったけど、ツナマヨ、前のうまかったんで、ツナマヨもちょっと食べてみようかなと思ってます。ツナマヨって割にみんな好きなんかな、おにぎりとかでも。もうあんま買わへんよ、ツナマヨってな。まあ一緒です。ちょっとカタカナの言うんですね、多分ね。うん、安定のツナなどわからぬ。前も明太子わからんかったけど、ツナもわからん。マヨの味はするけど。だけど、これは、両方ともにうまい。うん。マヨ系はこっちの方が強いんかな、やっぱな。ツナマヨの方、マヨ、強い気がする。マヨマニア、ツナマヨでした。まあ、美味しいです。食べてみてください。感じ。ああ。ほほほい、ほいと。ゆず、九州の味。ゆず明太子。セブンイレブンです。いっぺん食べてみて。あ、なんやねん、関ジャニ∞とかよ、これも。これ、アイドルとコラボしとるな。アイドルが考えたかのように書き上がって。まあいいですわ。熱量は188キロカロリーですね。まあ新発売。これはね、ちょっとね、フレンドさんが美味しいって言ってたんでね、もう一目散に買いに行きました。一目散に買いに行ったってこともおかしいんですけどね、まあ一目散のように買いに行きました。はい、食べてみましょうね。このシリーズ割に買う人間少ないかもしれんな。いただきます。
ずつの香る明太子。うん、ご飯もふかふかで、うん、だけど米の質はやっぱしローソンかな。明太柚子っていうのは非常にうまい。うん、うん、まあだけど一回食べてみるには全然いいと思う。うまいもん普通に。これでした。ビールにいいの、ミヤツラボです。エンドウ豆 100% の塩味スナック105円、ね、432kcal になっております。これ食べたことある人多いでしょ。ビールのサイアエンドウの方がうまかったよな。まだやったな。いい匂いしかないもんな最近な。よいしょ。はい、こんな感じで緑ですね。はい、なんかこういう緑のもの食べるとなんか野菜な感じして体にいい感じしますよね。ビールいただきます。うん、ただいま朝の8時5分。リスさんがね朝生やっててね、うん、うまいな。これ見ながら起きて10分もう飲んでますね。あれ違いな。あうまい、うまいなー。ん、直火焙煎で香ばしい、直接火で焼いてるからね。やっぱビールにビーノ、うまい。あうん、安定感ありますね。これ多分、おやつラボ。おやつラボって多分、ミニストップやったかな。うん。でした。まあ、どこでもあるよ、多分。最近気づいたんやけど、これにしても、全部いろんなコンビニのやつにしても、作ってるとこは一緒やな。要はこのお菓子によって、メーカーが違うっていうのはあるけども、コンビニオリジナルの100円のシリーズは、例えば他のところでこのビーノがあったらビーノのメーカーが作ってる。どこ作ってんの？東ハト。まあね、知っとるわ、言うてください。すいませんでした。ビーノでした。はい、ミニストップで買ってきた柔らかヒレカツですね。マスタードを使用していますと。でですね、カロリーの方ね、334kcal、柔らかヒレカツ390円、まあ割にしますね、このちっちゃいの。まあヒレカツだからね。で、まあなぜここに CC レモンを入れ、まあまずちょっとこっち、まあ CC レモンね、ちょっと飲みましょう。まあ、CC レモンはね、ちょっとベタ中のベタなんでね、飲んだことある人多いと思いますけどもね。あ、うまい。ストロングよりは甘いな、やっぱな、感じ当たりくんな。まあだけど、ストロングこのまま、どっちもどっちかな。よいしょ、じゃあこれ食べましょう。分かったね。今ちょっとね、職場での朝食となって、これでこんなのちょっとね、肉にね、これでこと見ましょう。こんな感じなっておりますね。うん、確かに、うん、柔らかい、うまいな。久々に食べたな、カツサンドって。うん、やっぱキャベツないな。うん、
でですね、これなんで買ったかというと、おまけがね、まあツイッターをね、僕フォローしてもらってるからね、まあいいや、知ってられる方もいますけど、前回 CC レモンは筋肉マンのベアブリックがついてたんですよ。あれもまとめて買いました。で8種類やったな、全部一応揃えました。で今回はこれウルトラマン、まあ種類的にはねこんなわけあるんですよ。これパンソンワークスかな。ああ電話ができた。ちょいと中田です。中田ね、ちょっとすいません。まあそんなこんなんでね、ちょっとカットしましたけど、まあ食べようかな、もうちょっと。で、これの、欲しいのは、これじゃないわけですよ、量的にね。最初の隊員とか別にいらんし、まあ、ウルトラマンとセブンと、まあ、ダダもいるかな。ダダ、まあ、バルタン、ゼットン、カネゴンあたりはね、もうこのわけのわからない新しいのとかもいらないんで。でですね、まあ、まず見つけたのが、まあ、セブン、先ほどのね。で、カネゴン。ゼットン。で、バルタンですね。まあ、これでまあ、まあ、あとウルトラマンと、ウルトラマンぐらい見つかればいいから。うん。そんな感じで思っております。まあ、もう買わへんかもしれんけどな。うん。ほいや。これミニストップやったけど、ヘブンイレブンのペプシやったかは、もう流行ってましたね。うん、今度1本ぐらい買ってみようかな。というわけで CC レモンと柔らかヒレカツでした。うん、うまいな。ビアスティック素材志向、柔らかくピリ辛に仕上げたおつまみスティックです。ピリッとスパイシー。まあね、こういうねジャーキーものはね割に僕は好きでね買うんですけど、これはサークル系サンクスのあれねやつです。基本的に僕はあれなんですよ、一番は、まあ、ローソンビーキ、セブンイレブンビーキでもなんか、まあ物にもよりますけどね。うん、だいぶ固め。うん、悪くはない。うん、僕は好きな、海外酢。わかんない。辛さ大変なピリッとスパイシー。やっぱ、あば今のところ、まあ、ローソンの、ハバネロスティックが1位かな。なんかパッケージ変わっとったけどな、この間。以外に少ないですよ。こんなにことあって91キロカロリー少ないかな。これつまみながら行った発泡酒飲んだところで200キロカロリーぐらいですよ多分。うん、これ当たりやわ。うんうん、うまいんだ。一回じゃあ比べてみてください。ハイムンギャグムンとはミニストップとかもありますね。うん、
ヘイヘイお気に舞いのあり患者にかよ。まあこれ患者にそうだな、スマップやったな。セブンイレブン患者にいっぺん食べてみて、食べてみ、いっぺん食べてみや、うん、関西弁かい。名古屋の味、天むす150円、198キロカロリー、天むすね、うん、天むす僕好きなんやけど、天むすね、このおにぎりのサイズは僕は天むす好きからするとでかいね、うん、まあ天むす通ではないけども、まあ名古屋行ったらいつも行くね、天むす屋さんがあるんですよ。そこの天むすをね、食べていただきたい。こんな感じですね。いただきましょうか。うん。何が入ってんの？分かってないな。しつこいわこれちょっと。こういうことじゃないねんな。ちょっとね、磯辺揚げっぽくなっててね。なんか海苔が入ってんやけど、超しつこいなこれな。ちょっとこうじゃないな。切れてるロールケーキ、セブンイレブンでね、半額でした。今日ね、7月20日なんですけど、18日ですよ、昨日。だから僕、昨日買ったんちゅうことかな。俺、昨日何食ったっけ。昨日俺、コンビニの飯食ってたんやけど、昨日買って、昨日の時点で消費減で、これ大丈夫なのかな。まあ、ね、半額だからね、仕方がないけど。これで僕結構好きなんですよ。こいつね。こんな感じで。ロールケーキ。ふかふかでね、いただきます。うん、うまいな。うん、甘いもん。僕ね、ケーキはね、割に量食えますね。さすがにミスド10個は多分無理やけど、5、6個は多分いけるね。やりませんけど。うちはちょっと剥がしながら食べていくのもね。うん。うまく剥がしたもんな。うん、おいしい。ちょっと余ったらいいかな。やっぱこういうのも、やっぱ、サークル系か、ローソンですね。うん、こういうの出た。これどこで買ったっけな。セブンイレブン多分、うん、期間限定コーラショック。うん、ショックやな。ちょっとレモンが入ったコーラチューハイみたいな感じかな。うん。ウォッカ塩らしいわ。ウォッカコーラ。うん、みたいね。ウォッカ塩。これ153キロカロリーや。1枚、ええー、!1 枚やで153キロカロリーっていうことは、これ4つってことやろ。600もあるやん、これ。600以上あるやんけ。これ全部食うたら。4つ入ってるもん。飯食ったとこやで、これ。これ。危な。置いとこ。え、大丈夫かな？賞味期限。ちょうど2日や、3日。まあ、ええわ。置いとこ。
シャリゾー。ローソン。ローソンで買ってきました。何？粗粒仕込みのざっくり食感、だし塩味、シャリゾー。お米の粒粒がうまさの秘密ですと。ね。まあ、とりあえず僕はこの顔に惹かれて買ってしもたな。なんなんやの、こいつのこの顔。あんま腹立つ顔しとんな。シャリゾーって男前だよね。寄せやーって言って、照れるじゃねえか。そうなんや。282kcal もあるよぞ、こいつ。こんだけで。割に、やっぱご飯やな。だからご飯を食べると、やっぱ太るというか、炭水化物はやっぱあんのかもしれんね、カロリー。あー。ビールうまい。今日あげてみよう。はい。こんな感じですね。中はですね。なんか薄々焼きみたいな感じなのかな。ちょっとそれのちっちゃい版、まあ薄々焼きよりちょっと分厚いかな。食べてみよう。あうん、うわこれ当たりやわ。カリカリ中に当たりかも。うわほんまい。あうまい、これ。うわ。うまっ。あのね、あられあるでしょ？あられなのかな？なんて言ったんやろ、これ。うわー。あられの、塩のあられの、あ、うすうす焼きやな。うすうす焼きのざっくりしたやつ。ね、ざっくりしたやつの、まあ、要はつぶつぶが入ってるみたいな感じ。それをちっちゃくしてから、なんかちっちゃくして圧縮かけてから、硬さ倍増みたいな。あ、うまこれ。うまいな、これ。うわ。うまっ。これ、めちゃおすすめ。シャリゾー男前やな。